皆様お待たせいたしました。本日はご来場いただき誠にありがとうございます。ただいまより株式会社刀並びに株式会社ジャパンエンターテインメントの沖縄北部新大型テーマパーク事業記者発表会を始めます。2017年日本の人や社会を豊かにし新しい消費者価値の創造を目指して株式会社刀を創業しました。 USJ の V 字回復を達成した盛岡のもとに本物のマーケティングの普及で日本経済の活性化につなげたいというビジョンに共感したマーケターが集結。これまで多種多様な事業を支援し圧倒的な成果を出し続けています。まずはじめに株式会社刀代表取締役 CEO 森岡剛より日本の観光産業を変革する新テーマパークのビジネスについてご説明をさせていただきます。それでは森岡さんよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、刀の代表をしております森岡と申します。本日は本当にお忙しい中ですね、これだけのメディアの皆様にはお集まりいただいたことをまず深く御礼申し上げます。ありがとうございます。でこの新しい沖縄のテーマパーク、今までもですね随所で、弊社の方からですね様々な発信をしておりましたが、本日、皆様にお伝えできることっていうのは、まずこのパークのコンセプト、そして、ブランド名、これは名称ですね、名称、そしてその内容がですね少し、感じやすくするために、理解ご理解いただけるようにどんな雰囲気のものになるのかという動画を作ってきました。この3つを、お伝えしてですね、本日お集まりいただいた皆様にですね、あ沖縄に面白いのができるなっていうこの実感を持って、お帰りいただければなというふうに思っております。でこれはですね冒頭に申し上げたいんですけれども、沖縄に一つのパークができるというところだけを僕らは狙ってずっとやってるわけではないんです。でこの沖縄のパークはですねこれ一つのパークであるんですけれども、これが成功することによってさまざまな波及効果をもたらして、沖縄の観光どころではなく、日本の観光その先に続くですね、日本の新しい産業構造の在り方にまで波及効果を及ぼすことができないかという願いのもとに、我々はこの事業をですねずっと追いかけてまいりました。実はですねこの刀って2017年に本格的に活動しているんですけれども、このパークが我々がこだわり始めたのはさらにそのずっと前からでございます。この構想を最初に用いたのは2010年の最後の方で、まともに動き出したのは2011年、そして外部の皆様と連携を取って正式に動き出したのが2012年から、なので足掛け11年12年、オープンが2025年ですので、少なくとも13年から15年の間練り続けて追いかけ続けてきた、一つの事業でございます。で私がですね前職ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの、マーケティングの担当していた時にですねこれを思いつき、そしてかつてはユニバーサル・スタジオ・ジャパンのリソースを使いながら沖縄にこのパークを実現しようと思って走り始めたんですけども、ちょっと力及ばずですね、挫折してしまいました。でその段階からですねやはり私はどうしてもこれは諦められなかったと。この事業はですね何も一つの会社を大きく成長させるというそういうスコープのものじゃなくてですね、沖縄という場所にこのパークができることによって、この場所でこれだけの規模の投資が成功するということを証明することによって新しい投資がどんどん来る呼び水になると、これ私は変化の起点という言葉で呼んでいるんですけども、沖縄の北部にですね
日本で最も貧しいと言われている沖縄の北部に、あの場所ならではの特徴を使ったですね、変化の起点を作ることによって、あそこにさまざまな人の笑顔を生み出すことによって、より多くの人がですね、豊かなあの、収入が回りですね、より多くの人が誇りを持って働ける場所ができていくと。でこれによってさまざまな宿泊施設もできれば、他の、集客施設もできるでしょう。でこういう変化がどん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 起こっていく。これは、まあ、あのかつてですね、大阪でユニバーサル・スタジオ・ジャパンが経営回復を遂げた後に起こった変化と同じことが、もっと大きな変化が私は沖縄の北部で起こる、それを起こすためのプロジェクトです。でひいては皆様、さまざまな情報で、すでにさまざまな情報を掴んでいらっしゃると思いますけれども、日本の産業構造自体がですね、大きな変換期にとらわれています。製造業中心でですね、日本人頑張ってきました。さりながら製造業がですね、成長が鈍化しまして、それ以外の産業構造が求められています。日本は技術とテクノロジーの国です。なので製造業も頑張っていただきたい。さりながらですね、すごくいわゆるアンダーディベロップ、未開発で終わっている産業分野がたくさんあります。その中の代表が私は観光業だと思います。ですね、ダボス会議でこれご存知の方も多いと思うんですけど、観光の魅力って世界のランキングで1位って言われたのはこれ日本なんですね。でも日本の観光客数はどのぐらいいらっしゃるかというと、そのポテンシャルに比べてまだまだ少ないんです。今オーバーツーリズムの問題とかも叫ばれていますけれども、基本的にですね、これは、多くのお客様を迎え入れる社会的インフラが整っていないという日本の課題ではあるんですけれども、たくさんの方が日本を訪れるということは実は素晴らしいことなんです。で日本がこれからも豊かな社会であり続けるために、お父さんお母さんがですね、誇りを持った仕事を、持ち続けるために何が必要かというと、やはり、人を食べさせていく日本の食い物となる大きな新しい産業構造が必要である。で観光業はその一つなんです。で日本の人口どんどん減っていきますよね。日本の人口減っていたら何が起こるかというと、GDP が下がっていきます、このままだと。しかしながら消費額だけでいけばですね、日本の人口が1人減ったとしてもインバウンドが8人増えれば補うことができます。なのでこれから日本が豊かであり続けるために、日本の先達たちがですね、これまで培ってくださったさまざまな文化、そしてさまざまなホスピタリティ、そして沖縄に代表されるまだ手つかずに残っているですね、さまざまな資産、自然遺産で、沖縄のこの北部には世界自然遺産に登録されたやんばるの大森林がございます。でこういう場所がまだまだですね、しっかりとしたの観光価値としてまだ成立していない、こういう未開のですね、まだタッチされていないものが日本の中に山ほどあります。これをスマートに活用することによって、もっと言うと地域の特徴を生かすことによって、産業を作っていく。そのために必要になってくるのは、私はマーケティング力だと思っておりまして、で刀は、それを錦の御旗に掲げてですね、これまでわずか 5,6 年の時間ではあるんですけれども、我々のできる範囲の中で挑戦を続けてまいりました。でそこでのこの沖縄のパークになります。なので何とぞですね、ここのお集まりの皆様にご理解いただきたいのは、沖縄に一つのパークができるということではなく、かつてハワイがですね、志のあるアメリカ人たちによって1950年60年代にですね、投資をされて計画的戦略的に開発された結果、半世紀経ってですね、世界のやっぱ観光の宝石といわれるあのハワイっていうのは、今は世界を、本当に冠たる素晴らしい観光の島になっているわけです。あそこと比べてみても沖縄にはもっと伸びしろがあります。半径移動距離 4時間のサイクルの中に20億人の人口がいます。その中にいる富裕層だけで数億になります。とてつもない、証券に沖縄はある、アジアの中心にあり、かつ南国リゾート需要を、背中に背負えるだけなので素晴らしい観光アセットがあります。そして皆さんご存知のように、沖縄に行くと独特の空気が流れていますよね。独特なの時間の感覚、そして音楽、そして食べ物、そして素晴らしく人懐っこいホスピタリティにあふれた人々ですよね。こういうものがたくさんある日本人にとってもエキゾチックな沖縄なんです。それは諸外国の皆様から見たらものすごく、魅力のある、素晴らしい島なんですね。なのでこの時点においても、コロナ後もうそうなっていってますけども、コロナ前からですね、ハワイに入島者数で、並んでおります。で並んでるんですけども、本当はハワイの周り4時間描いてもイルカとかマグロしか住んでませんので、ハワイに比べて入島者数がまだ同じってこれおかしいんですよね。もう沖縄はもっともっと世界一の観光のポテンシャルがあるんですよ。でかつてのアメリカ人がハワイにあれだけ情熱を持って投資をしたように、日本人はもっとですね、僕は沖縄に投資しなければならないと思います。これ沖縄のためですか、
結果的にそうなります。それ以上の問題なんですね。日本人は日本人のために沖縄にもっと投資しなくちゃいけない。日本人が一番沖縄のポテンシャルを僕はまだ分かっていないと思います。なのでそのことを気づいていただくための、一つの変化の起点として我々は沖縄のパークを、追いかけてきました。この11年間なんでそこまで、こだわるのって言われるんですけども、我々が見えている一つの勝ち筋、それは、日本人の次世代のですね、私の子供とか孫とかの世代、僕らが死んだ後にですね、あのかつてのハワイを戦略的に開発した人たちの名前っていうのはたくさんの方がいらっしゃるはずなんだけど誰も知らない。だけどあの人たちっていうのは素晴らしい仕事をしたんだなっていうふうに僕は思っています。その事業として沖縄を成功させたいと思っております。これがあの我々がこの事業にこだわる理由でございます。そしてここからはですね、ちょっとですね内容に踏み込んでいきたいと思います。まず、この新しい沖縄のパーク、沖縄のパーク新パークとかいろいろあちこちで言ってたんですけど、結局何ができるねん何ができるねんっていろんな方から聞かれたんですが、今日初めてその一部ですけども、具体的に話せるのはまだ一部ですが、概要としてはお話できますので内容に踏み込みたいと思います。コンセプトの説明をします。で、私はこのパークにですね、10年20年30年後の未来を見たときに、このパークが成功するために必要条件というのは2つ決定的に必要なものがあると思いました。それ一つはですね、まずこの地域の素晴らしい特徴を生かすことです。この沖縄北部にある海もありますが、まずほとんどの方がまだまだ観光価値化できていないやんばるの大森林という、ここの世界唯一無二の圧倒的な大自然の魅力というものを使います。大自然の魅力って何なのかっていうと、この沖縄の大森林ね、私も本州で育ったので、行ってまず思ったのは、森の形が違うんですよ。全く違うんです。私は沖縄のそのやんばるの森をよく理解するために、沖縄でツールドレースがですね、毎年11月にあるんですけど、毎回参加させていただいてます。自転車で走るとよくわかります。まず、木っていうのは、日本人はですね、杉ヒノキしかほとんど山で見てないので、森ってまっすぐ立ってると思ってますよね。沖縄の森は違うんです。ガジュマルの木があります。ムニ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 ョってした独特のエキゾチックな外観で、もう立つだけ見るだけでいるだけで違うんです。この空気感が違う。でなんかこうスピリチュアルなものを感じます。僕は宗教を信じてませんが、何か大いなる力を感じます。パワースポットって沖縄にもたくさんあるんですけど、そういうものを問答無用に何か自分の本能に語りかけてくれるような、あのやんばるの大自然のエネルギーを受けて人が元気になれる、こういう構造を特徴に使うこと、これがまず一番重要だと思っています。でもう一つなんですけれども、これはですね、テーマパークというと皆さん頭の中に思い浮かぶのは東京ディズニーランドさん、ユニバーサルスタジオさん、ハウステンボスさん、さまざまに素晴らしいパークがありますけども、例えばああいうパークと同じようなことをやったらですね、別に沖縄に来てまでテーマパークに行く理由はありませんよね。それは全く僕は違うことだと思っています。それだったらもう東京の人がですねディズニーランドに行けばいいわけですよ。あとジェットコースターに乗りたいんだったら富士急ハイランドは素晴らしいものを作ってますからね、富士急さんに行けばいいんですよ。なので沖縄に行ってそのコンクリートと鉄に体験を持ってきたいわけではないんですね。沖縄ならではここでしか体験できない体験をどうやって作るかです。で、同じライブアクション、アトラクションを作ってもですね、もう鉄とコンクリートの世界ではなくて、大森林の景色の中でどうやって人の本能を貫通するかということをずっと、開発担当を今日紹介しますけど森崎が中心になって、考えてくれています。でそこから、紡ぎ出されるものっていうのが大事なので、都会では味わえない何かを作らないとダメだということです。で、同じものをやってももちろん大自然の中では素晴らしいんだけど、大自然の中で受ける感動というものが最大化するように作らなきゃいけないということです。まとめます。これは土地の特徴を使うこと、それはやんばるの大森林に、エンパワーされる独特の沖縄の強さを使うことです。それを求めてみんな沖縄に行くんですよね。大体ですね、皆さんお分かりだと思うんですけど、旅行と週末レジャーは違うわけですよ。週末レジャーっていうのは別にそんなにハードル高くないんです。ディズニーランドさんもユニバーサルもいい仕事してますからね、そこでいいんですけど、旅行っていうのはもっとお金かけて、もっと時間かけて、人生の記憶に残る体験をみんな求めていく。この旅行の過程の中でどうやって人を感動させるかっていうのは、もっとすごい刺激、興奮、エネルギーがいるんですね。でそれを作るために2つ目としては、やはり自然の中で受ける都会では味わえない体験、そこでの本物の贅沢ということです。というわけで、本物の興奮と本物の
自然とのインタラクションの中で起こる本物の贅沢、この2つを組み合わせたコンセプト、これを、テーマパークのコンセプトにします。これは名前じゃないですよ、コンセプトですよ。どうぞ紹介ください。パワーバカンス、これがあの新しい、テーマパークのコンセプトになります。これはですね、人間が思いっきり興奮して本当に開放感の中、あの沖縄の太陽、風、空気、森、その中で思いっきり自分のエネルギーを発散した時にものすごく贅沢でですね、ものすごい興奮に浸れるというところで、人間が旅行に行った時にどれだけ自分をリリースするかというところを一番重視したコンセプトになっています。このパワーバカンスというこのコンセプトを、ですね、体現した新しい、パーク、このブランド名、名称の方をじゃあ紹介させていただこうかなと思います。それでは森岡さんの方からいよいよこのテーマパークのブランド名の発表をお願いいたします。このやんばるの大自然の中で、人々がですね笑顔になる未来を、ですね、思い浮かべながら、それを願いながらこの名前を付けました。新しいブランド、このパークの名称の名前はジャングリアです。ジャングリアっていう名前はですね、いろんな角度から、我々もあのマーケティングでいろいろ調べますので、いろいろ調査も繰り返したんですけども、まあ、あのその調査的にですね、まあ、これ海を越えて海外の方にも通じる名前であることとか、いろんなことは担保してるんですが、まあ、何よりも、この沖縄に、立ったですね、都会では味わえないディズニーランドさんでもないユニバーサルさんでも、もう体感不可能なこと、それはあの大森林のあの景色の中で起こるその体験なんだっていう、この連想を一番大事にして名前を付けました。それとこの IA ですね、ジャングリアっていうのは、これ例えばですね、ユーラシアとか、このいわゆる IA っていうのは、あの物事のこの大陸とか大地とかいうのを、こう表す言葉なんですけども、この沖縄の土地でですね、地域の皆さんに愛されて、しっかりこのパークが地元の方に誇っていただける、産業へと根付いていくということを願いまして、このジャングリアという名前にしました。あとこれはあのこの後最後の方にですね、あのジャパンエンターテインメントの代表、それ取締役をしてます加藤の方から説明しますけど、海を越えていく、で世界でもあの通用する名前であるというところを、世界でですね、このジャングリアというブランドが根付いていって、日本の次世代の食い縁になるという未来を描いております。皆様に何卒応援していただけますようにお願い申し上げます。そしたら私の方から最後のコーナーになるんですけれども、このジャングリア、パワーバカンスというコンセプトのジャングリアというブランドのですね、ちょっと内容どんなパークになるのっていうのをちょっとこれ動画にしてまいりました。で動画にしたんですけど、ちょっとあらかじめ申し上げておきますが、ですね、今の段階で何十とアトラクションを作るんです、いろんなもう体験を作るんですけども、発表できることに、ちょっと具体的に発表できることに限りがありまして、一応雰囲気分かるようになってるんですけども、2つお約束したいのは、ここで映ってる、土地の描写がいろいろ出てきますけど、場所もですね、それは全部現地です。沖縄以外のものは映ってません。で、これは現地で実際の実撮で作っていますということが一つと、あと出てる体験に関してはほんの一部です。もっともっといろいろあるんですけども、ただこれで雰囲気が分かると思います。ちょっとディズニーランドさんでもない、ユニバーサルさんでもない、ああなるほどね、パワーバカンスってこういうことねっていうことが、これで少し、ご理解が深まればありがたいなと思います。では動画の方よろしくお願いします。
ちょっと雰囲気をつかんでいただければありがたいなと思います。いわゆるもちろん構造物も作っていますし、ハイテクもたくさん使っています。ただ、私が先ほど申し上げたように、鉄骨とコンクリートむき出しの、世界ではないということです。この場所の、良さをですねフルに活用するために、この、土地のですねこれ原生林もパークの中にも結構残ってるんですけども、そこの木々を大切に移植してですね、の工事が終わってからまた戻すみたいなことを一生懸命やって、でその敷地内での木の本数っていうのは、これパーク建てる前は実はゴルフ場だったんですけども、ゴルフ場の時代よりも木の本数を増やしています。やっぱり自然を大切にしてですね、で当局の皆様と環境アセスメントを繰り返しながら、自然負荷の少ない工法を選びながら、じっくりと今の開発を進めているところでございます。で中にまたいろいろなアトラクションの内容とかですね、言えるもの言えないものまだあるんですけれども、この後ですね外の内容にもう少し踏み込んでですね、どんなパークになるのかというところをですね、刀がですね私がですね最も信頼する、マーケターの一人であるですね森崎直美の方から説明をさせていただこうと思います。ちょっと森崎の紹介だけさせていただこうと思います。私がかつて大阪のテーマパークに勤務していた時にですね、ほぼほぼ社会人になりたてぐらいのですねすごく、若い才能を見つけました。なかなか戦略的に物事を考える力とか、その消費者の心理を読み解く力とか、ちょっとあまりにも抜群でですね、郵政時代からさまざまな私が描いた戦略をですね、実際実行して形にして結果にするというところを若いながら、圧倒的な結果を出し続けてきてくれている私が最も信頼する、マーケターです。で今回この刀のですね一丁目一番地の、刀の創業にも影響しているようなこの大事なプロジェクトの、マーケティングのトップを誰に任せようかって考えたときに、私はこの森崎しかいないというふうに判断しました。私が最も信頼するマーケターです。では森崎さん、この後説明よろしくお願いします。この後、パークの内容にもう少し踏み込もうと思います。よろしくお願いいたします。大変恐縮な紹介の後で非常に緊張が高まっているんですけれども、ただいま紹介に預かりました、私株式会社刀エグゼクティブマーケターと、このテーマパークジャングリアの事業会社であります株式会社ジャパンエンターテインメントの CMO を務めます森崎直美と申します。今日はですね、今動画でご覧いただいたパワーバカンスジャングリア、このパワーバカンスという体験をですね、少しでも皆様に具体的にイメージをしていただけるように私の方から一歩踏み込んで体験の内容のお話をさせていただきたいと思います。まずはこのテーマパークジャングリアの全体像をご覧ください。このテーマパークジャングリアは広大なヤンバルと呼ばれるテーマパークか、広大なヤンバルと呼ばれるジャングルの中にその姿を表します。で今ご覧になられているかと思いますが、このジャングル、ヤンバルの中にですね、数十を超えますアトラクション、エンターテインメント、そして沖縄に旅にいらっしゃる方々にバカンスを楽しんでいただくためのリゾート体験を数々ご用意しております。で本日は時間も限られておりますので、その中のほんの一部にはなりますが具体的にご説明をさせていただきたいと思います。まず今回のテーマパークジャングリアが舞台としますやんばるですが、沖縄にいらっしゃると美しい海にばかり目が行きがちなんですが、沖縄北部に向かうにつれて日常で目にする山々とは全く異なる、異なる見た目の、植物がニョキニョキと生い茂る深い緑のやんばるがその姿を現します。でこのやんばるに一歩足を踏み入れると、この生い茂る木々がですね、大地からそのままエネルギーを受けて放出するかのようにうねりを上げながら天に伸びている光景が目の前に広がります。
で、この大きな葉を生い茂らせる木々の間から、太陽の光が差し込むとですね、非常に神秘的な光景に包まれまして、訪れるだけでパワーを得ることができます。で、このテーマパークジャングリアもこの美しい生命力あふれるジャングル、ヤンバルが皆様をお出迎えします。で、パークの入り口にはですね、このヤンバルの生命力を象徴するかのような大きな巨大樹、これが皆様をお出迎えします。で、このテーマパークジャングリアに足を踏み入れてジャングルの中を進んでいただくと、最高の絶景を堪能できるアトラクション体験が数多く皆様を待ち受けています。で、その中の一つですが、気球に乗り込んで南国の太陽が降り注ぐ気持ちいい青空に向かって上昇していって、で、足元に広大なジャングルを眺めながら、そしてその先には美しい透き通ったエメラルドグリーンの海、チュラ海ですね、こちらを望んで、で、この大自然を360度で体感していただけるような、そんな大空の遊覧体験をご提供します。で、またこのような広大に広がるジャングルの上を少しスリリングな気持ちも体験していただきながら、歩き渡っていただくような、そんなアトラクションがあったり、美しい夕日を眺めながら優雅にお食事をしていただけるような体験もございます。このようにジャングリアの中を歩いていると、立ち止まって写真に収めたくなるような素晴らしい大絶景が数多くあります。で、この大絶景はですね、時間、それから季節、そして天候によっても様々に表情を変えまして、一つとして同じ時がない、こんな美しい絶景を心ゆくままに楽しんでいただけることになると思っております。で、また今ご説明したような大絶景の中で、思いっきり体一つで飛び込んでいって興奮をしていただけるようなアトラクションも数多くご用意しております。で、この大絶景の中に体一つで飛び込んで思いっきり叫んでいただくと、経験したことのない気持ちよさを感じるんですね。で、この気持ちいい興奮感というのを感じながら体験をしていると、ジャングルが持っているエネルギーと自然にこの興奮が呼応し合って、どん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 増幅されていきます。で、どん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 増幅されると、人間の本当に奥深いところにある本能を貫かれたような、とてつもない気持ちいい解放感に変わることができます。この解放感こそがパワーバカンスのとても重要な要素だと思っています。で、またテーマパークに皆様が期待されるような大型のライドアトラクションもご用意しております。迫力のある大型の装甲車に乗り込んで本物のジャングルに冒険に出ていただくサファリライドです。で、サファリに出かけて、行く中でですね、凶暴な肉食恐竜に遭遇してしまうんですけれども、この肉食恐竜から逃げて、必死になって逃げていく時に感じる体験こそが、本物の生身で感じる、これは都会のテーマパークで感じることができるバーチャルリアリティの世界で得られる興奮ではなくって、正真正銘の本物の生の大興奮になると思っております。このような、アトラクションの数々によって、超興奮していただく、そういうのがパワーバカンスのとても一つな要素だと思っております。で、またですね、パワーバカンスにはもう一つ重要な要素があります。それは沖縄に旅をしに来ていただく方が、誰もが憧れる贅沢な体験です。都会の喧騒からは全く無縁で大自然を独り占めするかのような、体験、これも
テーマパークジャングリアの中にはたくさんご用意しております。でそのうちの一つが、インフィニティスパです。インフィニティスパに入って本当言葉通りに身も心も裸になって広大なジャングルを眺めていると、日常で得られる癒しとは全く異なる強大なとてつもないマグニチュードを持った癒しが得ることができます。またパークの中にはこのように贅沢感優雅な時間を過ごしていただけるような数々のリゾート体験をご用意しております。で今ご説明いたしました大興奮や贅沢な体験、これらを支えているのが本格クオリティです。このテーマパークジャングリアは、ジャングルの美しさ、エネルギーを体感していただくそういうテーマパークですが、その世界に思いっきり心ゆくままに浸っていただくための投資を惜しんでおりません。テクノロジーも同じです。この本物のジャングルに大冒険に出かけていただいて、ワクワクドキドキを究極まで増幅させるために世界最新技術を使って皆様をおもてなしします。ただこれらのテクノロジーはバーチャルリアリティのデジタルのテクノロジーとは異なって、あくまでこのテーマパークジャングリアにおいてのテクノロジーは興奮と贅沢感を引き立てるための脇役だと思っております。建築物についても全く同じです。今ご覧になられているのは展望デッキなんですけれども、この展望デッキもこのジャングリアにある素晴らしい絶景を一番いい形で体験いただくための設計とアートディレクションに徹底的にこだわっております。でこの展望デッキはパークに到着してジャングルの道を歩いていると気づけば見晴らしのいい場所にたどり着いているというような、もともとあるジャングルの起伏のある地形を生かした建物の設計をしておりまして、このジャングルを抜けた先に行くとすっごく見晴らしのいい場所にたどり着いている、ワオーという体験が得られる、この得られるための、設計に徹底的にこだわっております。でデッキの下にはですね、大絶景を、パノラマで楽しんでいただきながらお食事を、お食事ができるレストランもご用意しております。はい、今ご説明してきました超興奮の本能を貫いてとっても気持ちいい感情にさせることができる、そしてその時に人生最高に心が高ぶる、これこそがパワーバカンスジャングリアが皆様に提供する価値、楽しみだと思っていただければと思います。今日はお時間もございますので本当に一部しかご紹介できなかったんですが、実はこのテーマパークジャングリア、今回の、開発面積の中にもまだ未開拓の敷地を残しております。さらに今ご覧いただいている敷地の外にはですね、今回ジャングリアと同じだけの広さを持った、将来の拡張エリアもございます。ですので、今後本日ご紹介したようなパワーバカンスの体験がまだまだ続々と登場するというふうにご期待をいただければと思っております。ご清聴ありがとうございました。森崎さんありがとうございました。では続きまして株式会社ジャパンエンターテイメント代表取締役 CEO 加藤武史よりご説明させていただきます。加藤さんよろしくお願いいたします。ただいまご紹介に預かりました株式会社刀取締役
株式会社ジャパンエンターテイメント代表を務めます加藤武史と申します。それではここからジャパンエンターテイメントが目指す見据えている未来について私の方からご紹介をさせていただきたいと思います。株式会社ジャパンエンターテイメントはマーケティングとエンターテイメントで日本を元気にしたい刀の大義ですけれども、この大義を背負って2018年6月に設立した会社でございます。設立につきましては地元の皆様方と構想を開始し多数ご協力をいただきながら今日の事業に至っております。このジャパンエンターテインメントが目指すミッションですけれども、沖縄から日本の未来を作る、先ほど盛岡の方からも説明がございましたが、この沖縄を通してさらには日本の観光産業、日本の経済に発展する次世代の食い口を作っていくということを基本に置きながら、沖縄から日本の未来を作っていくというミッションを掲げさせていただいております。マーケティングとエンターテインメントで地域の魅力を消費者の価値に変え、そして訪れる人もそこに住まう人もその人たちの人生を豊かにするという大義を掲げております。この大義にご賛同いただきまして、これまで地元の方々とともに事業を作り上げ、いくつかの資金調達を完了し今日に至っております。我々はこのジャパンエンターテインメントを通して沖縄の発展のみならずアジアの玄関口であるこの観光のフロントランナー沖縄から日本の観光産業を支え、そして日本の経済を発展させるべくこの事業を世界に多拠点展開するということを見据えて事業を推進してまいりたいと思います。これが我々ジャパンエンターテインメントが目指す未来でございます。この多拠点展開を実現する上でこれを見据えてこれまで設立後我々は2つの取り組みを実現してまいりました。一つが地域の価値を消費者価値に変える取り組み、もう一つが持続可能な事業を構築するという取り組みでございます。地域の価値を消費者価値に変える取り組みですけれども、多拠点に事業を展開するということはそのそれぞれの拠点において消費者の方が訪れたい、つまり目的地を作るということが必要不可欠になっております。目的地として行きたいと思うためにはですね、その土地に根ざしたユニークな価値を消費者の価値に転換する構造、そのノウハウを構築する必要がございます。そのノウハウができた暁には消費者がそこで行ってみたい、体験してみたい、そこにしかない価値だからこそそういった思いでそこの場所を訪れるということに寄与しますし、また複数の拠点が展開されますと複数あってもそれぞれにはユニークな差別化された体験の価値がございます。これが他拠点に展開するのでは非常に重要なポイントでございまして、今回の沖縄の授業ではまさに先ほど森崎がご説明したようなパワーバカンスジャングリアのブランドを使った地域の魅力を消費者価値に変えるこのノウハウをしっかりと構築してまいりたいと思っております。現在、我々は沖縄のこの世界自然遺産のやんばるでこのパワーバカンスジャングリアを実際のノウハウ化をすることに注力をしております。そして多拠点展開にもう一つ必要な要素としては持続可能なビジネスモデルを構築するということです。この点につきましては大きく2つのポイントがあると思っております。一つはこのビジネスモデルが地域とともに経済発展する事業であるという構造を作るというポイントでございます。もう一つは消費者価値を生み続ける人材育成でございます。地域とともに発展する事業をなぜ構築する必要があるのか、これはテーマパークのビジネスモデルの3つの特徴からそのポイントが言えるかと思います。まず一つはこのテーマパークのビジネスモデルが非常に経済波及効果が高いビジネスモデルであること、もう一つは雇用創出力が高いこと、そして3つ目は人材育成の拠点となる能力が高い、このポイントがございます。
テーマパークはたくさんのお客様に来ていただき、また我々自身がですね、事業をする上では、周辺の交通インフラ、またこの事業を支えていただく地域の方々との連携は必要不可欠でございます。さらには雇用を創出するこの創出力の高い事業においても、この雇用を支える上でも地域の皆様方のご協力が必要になってきます。そういった取り組みを沖縄でどのようにやっているかということをここでご紹介させていただきます。まず我々株式会社刀としてですね、沖縄県と連携協定を結び、まずはこの沖縄にたくさんの人が来ていただくように沖縄のブランドを強化する、まあ、こういった連携協定を結ばせていただきました。さらにはこの沖縄のテーマパークが、位置する名護市、今帰仁村、この両市町村と包括連携協定を結び、今後の観光、そして産業、そして人材育成等、こういったこととともにですね、発展していく未来についての包括連携協定を結ばせていただいております。さらには、この事業がですね、事業を展開するにあたって生み出す価値を地元の方と一緒に共有するために、沖縄県の中で、ファンド事業をされている会社さん等にですね、ファンドを作っていただいて、数々の地元の投資家の皆様方からもご出資をいただき、この事業が生み出す利益を皆さんで分配するという仕組みを作らせていただきました。まさにですね、このテーマパークは地元の方に支えられながらでしか発展できない、まあ、こういった特徴を踏まえますと多拠点展開にはこのノウハウが必要になってきます。そして多拠点展開をし持続可能な事業を作っていくためには、その持続可能な事業を支える人材が必要になってきます。我々はここに高度観光人材を育成する構想を立ち上げまして、2023年に明桜大学さんと産学連携の協定を結ばせていただきました。目的はこのテーマパークを核として、このテーマパークの場所、教育、実践、そして研究の場として活用していただく、そういった取り組みを今後明桜大学さんとは発展的に議論を進めてまいりたいと思っております。また近隣の明桜大学さんだけではなく、沖縄の他の大学の皆様方、ひいては専門学校の皆様方、さらにはですね、本土でも観光学科をお持ちの大学の皆様ともこういったお話をさせていただき、学生さんが長くですね、この土地でインターンシップであったりアルバイトを通していろんなことを学んでいただきながら、人材育成の場として活用していく、そういった構想を持っております。折しもコロナで、ね、観光人材の不足が喫緊の課題になっていると理解をしております。これは沖縄のみならず全国でも起こっている問題だと理解をしております。我々自身がこの構想で、このテーマパークのビジネスモデルの特徴を生かし、いい人材を多く配するこの構造を作りながら、先ほど言った喫緊の課題を解決していきたい、観光を学ぶならこの沖縄で学びたいんだと、そういった思いのブランドを作っていくことで、沖縄に多数の観光従事者が訪れてそこで従事すること、またそこで学んだことを全国に展開し、観光産業における高度な人材が全国に旅立っていくこと、こういったことを想像しながらこの構想を進めていきたいというふうに思っております。以上、多拠点展開をする上で地域の価値を消費者価値に変える取り組み、そして持続可能なビジネスモデルを作っていくこと、これを引き続きですね、開業まで行いつつですね、このノウハウをしっかりと蓄積しながら、先ほどご紹介した世界にこの事業モデルを展開していきたいというふうに思っております。以上、私からのご説明でございました。ありがとうございました。加藤さん、ありがとうございました。皆様からプレゼンテーションをいただきまして、それでは続いてフォトセッションに入ってまいりたいと思います。皆様、準備をお願いいたします。撮影の方ですが、まずはスチールの皆様を対象に、続いて動画、ムービーの皆様の順番で行わせていただきます。撮影は正面、そしてステージから見て右斜め前、左斜め前と順番に行わせていただきます。
まずは森岡さんから発表されましたコンセプトはパワーバカンス、そしてブランド名はジャングリア。日本の観光産業を変革する都会では味わえない特別な体験のお話をいただきました。本物の叫びたくなる超興奮贅沢、そして本能を貫く解放感というのはね、森崎さんからもお話がありまして非常にインパクトのある言葉になるとなっておりましたけども、ご紹介いただいた動画の中には見たことのない壮大な世界が広がっておりました。さあそんなお話をたくさんいただいて、これよりはフォトセッションに入ってまいります。それでは本日プレゼンテーションをさせていただきましたお三方に改めてご登壇いただきたいと思います。森岡さん、森崎さん、加藤さん、ご登壇をお願いいたします。それではフォトセッションにまもなく始めさせていただきますので、メディアの皆様ご準備をお願いいたします。素晴らしいお話をたくさんいただきまして、加藤さんからは人材育成など未来につながる多くのお話もいただきました。それではそのお話をいただいたお三方にステージにご登場いただきまして、パネルをもとに皆様に撮影させていただきたいと思いますけれども、センター右左、そして最後に動画ブーミーの撮影もさせていただきたいと思いますが、先ほどエリアマップのお話、全体像の、ね、お話も森崎さんからもありましたけれども、絶景であったり体一つで飛び込んで思いっきり叫ぶ大自然を優雅に独占する贅沢のお話もたくさんいただきました。さあそれでは皆様、撮影のご準備の方はいかがでしょうか。よろしいですかね。では準備ができましたので撮影を開始いたします。どうぞ。都会にはない興奮の贅沢のテーマパーク、コンセプトはパワーバカンス。日本が誇る最高級のリゾートテーマパーク、ジャングリア、2025年に開業予定です。ではそのまま正面からスチール撮影をよろしくお願いいたします。未来に向かって素晴らしいコメントがたくさんありました。そしてフォトセッションです。まずは少年の皆様を対象に撮影をさせていただいております。少年の皆様よろしいでしょうか。まずはシール撮影、正面の皆様を撮影させていただきまして、では続いて進みますか。では正面の皆様をご覧になっていただいておりまして、続いてはムービーの撮影にさせていただきたいと思いますけれども、スチールの皆様は撮影の方はよろしいでしょうか。さあそれではステージ上の皆様には、正面の奥の方をご覧になっていただきまして、それでは続きましてはムービーの撮影に参ります。以上でフォトセッションとさせていただきます。それでは先場の森岡さん、森崎さん、加藤さん、一旦ご登壇ください。ありがとうございました。熱きフォトセッションを行わせていただきまして、それでは引き続き質疑応答に入らせていただきたいと思います。準備ができますまで今しばらくお待ちください。
さあ神秘的なエネルギーに満ちた世界自然遺産ヤンバルのジャングルの中に登場するというジャングリアのお話をたくさんいただきました。大自然を優雅に独占する贅沢、人生最高の心が高ぶるパワーバカンスのお話、質問もたくさんあると思いますけれども、今からは質疑応答に入らせていただきたいと思います。さあそれでは質疑応答に入らせていただきますので、森岡さん、森崎さん、加藤さん、今一度ステージにお願いいたします。ここからは質問がある方は挙手をいただきましたらご指名をさせていただきます。そして当てられた方へは係の者がマイクをお持ちいたしますので、媒体名とお名前をお知らせいただいてからご質問をいただきたいと思います。さあそれではステージ上にお三方もご登場いただきましたので、ここからは質疑応答に入らせていただきます。では質問のある方はどうぞ挙手をお願いいたします。では一番奥の方、僕私の方から見て奥ですね、2列目の真ん中の方にマイクをお持ちさせていただきますので、それでは媒体名お名前をお知らせいただいてからご質問をお願いいたします。時事通信の安田と申します。本日ありがとうございました。施設のですね、アトラクションやその映像についてちょっと確認をさせてください。映像中にジップラインの映像がございましたが、それは整備する計画に入っているのかということと、あと恐竜から車で逃げる映像がございましたが、初代のジュラシックパークの、イメージなのかなと思うんですけども、そういうコンセプトのアトラクションを作るということでいいのかということ、あとそれから気球の説明がございましたが、これは気球型のアトラクションではなくてそのまま本当に気球でいいのかということ、以上3点と、あとそれからすみません、従前どこかで説明されてたら恐縮なんですけども、敷地面積と事業規模について教えてください。ちょっと細かいことを多くて恐縮ですが、よろしくお願いします。安田さん、ありがとうございます。アトラクションや車の逃げる気球や敷地面積などなんですけれども、これはじゃあステージ上どなたが、それぞれ担当していただいてもよろしいですけれども、じゃあまずは森崎さんからお願いいたします。ご質問ありがとうございます。まず最初にご質問いただきました、ジップラインのようなアトラクションがあるのかということで、恐竜に襲われるような、ジュラシックパークのような体験があるのかというところにお答えさせていただきます。でジップラインのアトラクションも、恐竜と遭遇して逃げるようなアトラクションも計画をしております。ただジップラインに関しましては、体験としてはジップラインなんですけれども、我々はですね、このジャングルの絶景の上を大空を飛んでいただくアトラクションに仕立てるように、ジップライン体験を創出して参りますし、で、恐竜の遭遇アトラクションもジュラシックパークの世界観を作るということではなくって、本物のジャングルの中で恐竜に遭遇して逃げ惑ってしまう本物のスリリングな大冒険アドベンチャーの体験を作るというふうに目指して取り組んで来ておりますので、そういうふうに捉えていただけますと幸いです。でその次ですね、気球に関して、気球型のアトラクションなのか、気球なのかというお話がありましたが、こちらは気球だというふうにご認識いただければと思います。あとはどこかのパークにジュラシックパークのようなアトラクションあるんですけど、あれはあれで大変素晴らしいものだと僕も思っていますが、あんなものじゃございません。はい、めちゃくちゃ現代の最高のテクノロジーを全部作りますので、大いに、本物の恐竜に追っかけられたいという願望が叶う、ようなものを今作っております。はい、ありがとうございます。気球と敷地面積のお話もぜひいただきたいと思います。気球は今お答えさせていただきました。で、ね、はい、で敷地面積は、開業当初は、60ヘクタールを予定しております。60って言うとどうなのかというと、例えばユニバーサルスタジオさんより一回り大きいっていう感じですね。ただその隣に同じぐらいの土地がまだ残ってるんですよね。なので非常に大きな開発予定ができる、大きな場所で、これちょっとまた話を忘れちゃうんですけども、テーマパーク建てるときに土地ってすっごい大事なんですけども、これが一分筆でですね、それだけの大きな土地の地権者と交渉が成り立つっていうのは奇跡なんですよ。その
なかなかどこのテーマパークさんの存続地っていうのはなかなか苦しんでいらっしゃるんですけども、今回はオリオンビール様の、大変なご理解とサポートによってですね、この土地を、大きな土地を、我々のパークが発展する未来に向けてですね、今抑えさせていただいているというところです。ありがとうございます。安田さん、よろしいでしょうか。ありがとうございます。投資額というか事業規模みたいなことは、これは加藤さんから。ありがとうございます。投資額については今のところ非公開ということにさせていただいて、700億円の資金レイズしたってあちこちで言ってますけどね。そのぐらいでございます。細かいことはちょっと、僕らが資金調達したのは700億円、もうちょっと集めなきゃいけないかも分かりません。700億以上とか書いちゃって大丈夫？いや、700億円程度だということですね。実はテーマパークでですね、皆さんなんか開発規模がですね、ごめんなさいね加藤さん、なんかお金たくさんかけたらうまくいくとか思ってらっしゃる方もいるかもしれません。ただね、真逆なんですよ。いいですか？お金かけたらテーマパークは失敗します。何を言ってるかというと、設備投資費っていうのは極めて、キャッシュを、固めてしまうものなので、ですね、お金かけたらいいものができるんじゃなくて、素晴らしいアイデアに、お金を効果的に使えばうまくいくんですね。なので、我々はもしこれが何千億円っていうお金がかかるパークだったらですね、沖縄には人口県民140万人しかいないんです。あの島に建てたら絶対に失敗します。だけども観光流入数とか計算していくと1000億円に満たない投資金額であればですね、で極めて、回収の蓋然性が高い。その中で、700億円ってもすごい規模なんですけどね、すごい規模、ハリー・ポッターでも450で建てたので、ものすごい規模なんですけども、ただこう1000億円を使わないっていうところに、この投資家目線での、経済性を見るというのが戦略です。でこの1000億円以下のプロダクションバリューだとですね、全世界に建てれる場所山ほどあるんですよ。東京ディズニーランドさんのような場合、このパトロシップテーマパークっていうんですけど、ユニバーサルスタジオもそうです。何千億規模のものを、建てて回収できる場所っていうのは全世界に、数十の低い方しかない、20数箇所ぐらいしかないんですよね。だけどこういう規模であれば、300箇所400箇所世界で建つ場所がある。この中で10件でも建てれば、10件でも建てればですよ、オリエントランド抜きます。売上で抜くんです。なので、我々はユニバーサルさんでもディズニーさんでもない新しいビジネスモデル、世界展開を視野に入れた中での新しいビジネスモデル、それは1000億円以下でですね、その土地の特徴を思いっきり引き出して消費者の本能にぶっ刺さる、テーマパークのビジネスモデルを確立すると、どこのですね、素晴らしい、事業者もですね、成し得なかった、より多くの人たちを笑顔にできる、このパークモデルっていうのを展開できるかなっていうところに可能性を見ています。700億円の資金調達をしましたので、それは調べれば分かるので、そういうことで、その内々かその前後かぐらいになると思います。ありがとうございました。さあ、それでは続いての質問をいただきたいと思います。では早かったのは前こちら側ですね、3列目の、はい、白い洋服の男性の方、マイクをお持ちいたします。よろしくお願いいたします。イベレス芸能中の安田と申します。よろしくお願いします。ヤンバルという、その特徴なんですけども、いわゆるそのヤンバル地域といわれるその国立、世界遺産に登録されている場所とはまた違う場所なのかなと思うんですけど、このヤンバルというものの解釈というか、なんていうんですかね、その場所とは違うけどもヤンバルという名前を使っている意図とか狙い、そこら辺を教えていただきたい。はい、ご質問ありがとうございます。我々自身がですね、この体験を作っていく上で、先ほどご紹介したパワーバカンスですね、これを感じていただく、この価値を提供するということで、見たときにですね、このヤンバルの定義をどうしているかというと、このヤンバルそのものはこの沖縄の大自然全体をヤンバルだというふうに理解をしておりまして、もちろん世界自然遺産ということでいけば、どのエリアがそうかというのは具体的にありますけれども、この沖縄の植生そもそもですね、我々はヤンバルというふうに定義をさせていただいております。じゃあその沖縄の植生っていうものがヤンバルとして、そこを思いっきり体験できるっていう理解で合ってますか？そうです。基本的には世界自然遺産に登録しているのはこれは触るなよっていう登録じゃないですか。そんなにテーマパークだったらちょっと罰当たりでございますよね。ただその本当に近くにある場所に、その原生林とは言えないのか、あれは、
何性が高いって言うんですっけ、原生林という定義はまた別の言葉があって、まあ、要するに、そこにある自然性の高い、森のつながりの中に実は嵐山ゴルフ場というのがもともと建ってたんですよね。で、新しく我々は森を切り開いてテーマパークを建てるのには非常に抵抗があるんですけれども、もともとあった広大なゴルフ場の跡地に入れ替わった形です。つまり、僕らが言う広義の意味でのヤンバルの中にあった、世界遺産ヤンバルの土地ではない、広義の意味でヤンバルの中にあったゴルフ場にテーマパークが入れ替わったということなので、自然の影響っていうのを最小化して面白いものが作れるかなっていうのが企画の意図になります。ありがとうございます。ありがとうございました。では続いてご質問がある方、あ、真ん中の一番前の方に行きましょうかね。はい、よろしくお願いいたします。マイクをお持ちいたします。ではお願いいたします。すみません、沖縄大仏の川野と申します。よろしくお願いします。3点お伺いしたいんですが、開業が2025年ということなんですが、大体何月頃とかですね、夏、春、夏、秋、冬でも細かく言える範囲で結構ですので教えてください。あと2点目がですね、初年度来場者数どれぐらいを目指しているかのような目標値があれば教えてください。3点目が森岡さんに最初の USJ 時代から構想を含めていろいろ紆余曲折あったと思うんですが、今日このコンセプトだったり、施設名の発表の日を迎えた今のこの思い、気持ちを伺えたらなと思っております。お願いします。ありがとうございます。2025年の春夏秋冬どの辺か分かる範囲でというのと、初年度の来場者数、そして森岡さんコンセプトの日を迎えた今の思いっていうの、この3点を伺っていきたいと思いますが、ではまずは2025年のどの季節かというところから触れたいと思いますけれども、加藤さんお願いします。はい、ご質問ありがとうございます。現時点ではですね、2025年ということで目指しを、その開業を目指していますけど、具体的にこのタイミングというのはこれからですね、まだまだこの魅力的なアトラクションを作っていくということもございますので、今のところはまだ決定をしていないという状況でございます。ただ我々自身はですね、この沖縄の魅力が一番伝わる季節どこなんだろうと、これは想像すれば分かるかと思いますが、そういったタイミングでぜひこの沖縄の魅力をですね、たくさん沖縄を訪れる方々に伝えていきたいというふうに思っており、日頃その準備を進めさせていただいている状況でございます。ありがとうございます。そして続いては初年度の来場者数。はい、ありがとうございます。こちらも私の方からお答えをさせていただきます。なかなか具体的な数字を申し上げるのは難しいところではございますが、近くには美ら海水族館さんという素晴らしい施設がございます。2018年ですかね、沖縄に来島された方の約半分近い方が、行かれる、そんなパークでございます。ぜひそんな水族館さんを見習ってですね、追いつくように、集客をしていきたいというふうに思っております。すいません、具体的な数字申し上げられませんが、ぜひ応援していただけたらと思います。もちろんその美ら海水族館さんと入場料が違うので、テーマパークの入場料ですから鈴鹿とは違うので、それと同じような、入場料数が取れるはずがないんです。ただ美ら海水族館の、入館者数も300から400万人ぐらいいらっしゃるわけですよね。このうちの、半分来るだけでも、十分採算を取れる計算をしております。ただそれよりももっとですね、このパークができたから、北部に来る人が増えてというよりも、沖縄に来る方がもっと増えて、美ら海水族館さんの入場者数も上がり、かつ、この、パークの入場者数も上がっていく未来っていうのを作りたいなというふうに思っています。沖縄はですね、さまざまなポテンシャルあるんですけども、やはりまだまだ不足しているのは、例えばハワイと比べてみると、コンテンツが、旅行コンテンツがあまりにもまだ不足しています。例えばハワイに行ったら、あれしよう、これしよう、あれしようっていうのが3つ4つ5つ6つ7つ8つ10個が出てくるんですけど、沖縄はたくさんいいものがあるにもかかわらず、まだ人々がそれを認識されていない。ただこのテーマパークが北部にある、そしてやっぱり美ら海水族館って素晴らしい実績のある水族館があるということで、北部を訪れた時に北部のさまざまな良さに対してですね、接触する、そういう起点が増えるんですよね。これでコンテンツ認知というのがどんどん上がっていく構造というのを作れるかなという時に、多分掛け算で、
来場者数が増えていくと思います。一つは、このテーマパークができたことによるこの沖縄あるいは北部に来る人そのものの、上昇、もう一つはそれが来たことによる認知の高まりによる相乗効果による来場の増加、これが追っかけていって、いきなりすぐにですね、何百万人も何百万人もっていうところに僕は行かないと思っていますけども、これやればやるほど来場者数が少しずつ増えていくっていう構図の中で、しっかり事業投資をしっかりと回収していくというモデルを考えております。で、その先ほどの最後のご質問にも合わせて答えさせていただきますが、私自身今まで、いろいろなことをやらせていただきながら、いろんなことに挑戦してきながらですね、ご仲間たちと一緒に、目的だけはぶらさずに、いろんなことあったんですけど、この日を迎えたということで、少しやはり、ついにここまで来たかっていうのも、ちょっと 1% ぐらいは実はあるんですけれども、今の私の、心境を率直に申し上げますと、我々はまだ何も達成していませんので、まだパーク開いてもないですよね。まだ本当の戦いがまだ全く始まってないこの段階で、いよいよコンセプトの発表ができたと、ここまでたどり着けたことに、関わってくださった皆さんへのまず深い感謝を感じるとともに、その背中合わせでその皆様の期待に何としても応えねばっていう、よりよりこの赤裸々たる気持ちの逼迫感の方がますます上がっております。やはりちょっとご想像をしていただくとお分かりいただけるかと思うんですけど、私どもわずか5、6年の社歴しか持たない会社がですね、700億円の資金調達をする、それを成し遂げるっていうことがどれだけのさまざまなリスクを取っているかっていうのはご想像いただけると思います。それをしてでも取りたかったリスク、成したかった事業ですので、我々はここまで進んできているんですけども、その中でですね、多くの方にお力添えいただいています。で、僕らだけで全くここまで来れなかったんです。で、これからもきっといろんな問題が起こると思います。さっき加藤の話の中でいつ開けたいかって、彼は明言は避けましたけど、明らかに夏に向かって開けたいって彼は言ってるわけですよね。だからこれもすみません、僕はぶっちゃけてですね、僕は何の駆け引きも恨むこともない人間なので、この通りの人間なんですけど、我々正直言って本当に夏までに開けたい、夏に向けて開けたいと思ってるんですけども、本当に面白いものが作れてから開けないとですね、ここまで培ってきた多くの方々の期待に応えられないわけですよ。なので今いつ開けれるっていうのが明言できないっていうのは本当に正直なところです。ただ今の計画では、我々仲間、そして協力してくださる皆さんの力を合わせながら、なんとか2025年の夏にですね、間に合うように、で、全力を尽くさせていただく。で、もう事業をやってたら、どんな事業もそうだと思うんですけども、いいこともあれば悪いこともあるんですね。で、想定できることも計算通りいかないことも山ほどあります。で、これからもきっとそうなんだと思う。だけどですね、今までもこれからも目的自体がぶれない、そしてこの目的自体が何か、自分たちだけの目的じゃなくて、これ社会のためになるぞっていう、この一点において、多くのご協力者がそれこそ本当に情熱をかけて支えてくださっている、この皆様のですね、信頼と期待に応えねばならないっていうところに、より大きなですね、ひしひしと差し迫るものがあります。我々は本当にまだ何一つ達成していない、わずか 5,6 年の社歴しか持たないものなんですけども、内藤さんのメディアの皆様にですね、すごくサポートいただきまして、なんとかこのプロジェクトがうまくいってですね、沖縄の地を中心にですね、日本の観光産業が未来の子どもたちに残せる事業に変わっていく、そういう未来を一緒に作っていくためにご協力いただければというの願いだけはお伝えさせていただければと思います。ありがとうございます。では続いてご質問のある方は挙手を。ちょうどじゃあ私の目の前ぐらいですから、はい、すいません、マイクをお待ちいたします。お願いします。毎日放送の石田と申します。今日はありがとうございます。森岡さんにお伺いしたいんですけれども、最初のプレゼンテーションのところの内容に重なる部分かもしれませんが、このジャングリアというテーマパークが、人が自然と一体になった時のこう没入感みたいなところがやっぱりテーマなのかなということを感じましたが、それでよろしいでしょうかという確認と、それからまたそういったアイディアをですね、こうひらめいた瞬間はどんな時だったのかということをお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。まず最初のポイントなんですけれども、それで多分 75% そうなんですけど、これの 25% はその自然に没入するだけだとですね、旅行に行った時の人間の願望が満たされずに、ちょっと残念になってしまう。そこの部分はやっぱ贅沢感なんですよね。
やっぱり横浜に行った時には自分頑張ったなと、で家族とちょっといい思いをしたいって、この願望が満たされるために、これはさまざまな大自然のリアルさを感じつつも、やっぱね、不快なことが起こったらダメなんです。不快な大自然、本当の大自然っていうのは結構厳しいものなんですよね。そこに行っても不快なことが起こらないように、実は高度な、管理能力とハイテクを使って素晴らしい贅沢感を感じられるようになっています。だから高級リゾートのような、この施設の、この感覚であったりとか、あとはそのラグジュリーであったりとかっていうところも、同時に味わえてですね、それの文脈の中で味わうものはですね、さまざまな、本当山好きの人はどんな本当の山でも贅沢なくてもいいんでしょうけど、つまり2つあって、バケーションとしての贅沢さと本当の自然に没入する贅沢さを両方掛け合わさった贅沢感で、興奮と贅沢感50-50ってこんな感じですね。なのでそのテーマ設定がパワーバカンスっていう言葉に込めた、バカンスの中に込めた意味はその贅沢なんですね。本物の贅沢と、パワーっていうのは興奮して元気づけられるっていうところの2つの意味を込めております。そしてこのアイデアというか戦略はですね、私が思いついたのではなくですね、この大きな戦略は私も議論に加わってたんですけど、この森崎を中心とした、刀の誇るですね、この開発チームの仲間たちで、クリエイターも入ってですね、刀は実はテーマパーククリエイティブを内製化してる会社です。でこれ我々 のすごい、どれかいくつかあるんですけど、すごく特徴のある、我々の会社としての武器なんですけども、そのテーマパークを考える消費者調査戦略家、それをクリエイティブアイデアに落として実際作る、そのビルドとかマシンとかも全部作って運営するとかも一気通貫でできるのがうちの会社なんですけど、そこのクリエイティブ開発能力のチームの皆さんに、考えてもらった。でその時どう思ったかは考えた人に聞こうと思います。森崎さんどう思いましたか？ありがとうございます。我々刀が誇りに思うクリエイティブチームとですね、本当に長い年月をかけてたどり着いたコンセプトでして、我々一番最初に現地に訪れた時にこのコンセプトしかないというふうにみんなで、共通見解を持てたんですね。それは、現地に行った時に本当の贅沢な気持ちになりたい、でそういうふうな、体験ができることが、このパークを強い価値を持ったブランドにすることにつながるであろうという揺るぎない自信が刀のクリエイティブメンバーも含めた開発メンバー全員で一致したところですので、そういうふうに生まれたというふうに思っていただけますと幸いです。ありがとうございました。では続いての質疑をいただきたいと思いますけれども、じゃあちょうどこれまた私の目の前にちょうど目が終わりました。マイクをお持ちいたします。琉球放送の中本と申します。今日はありがとうございます。2点お伺いさせていただきたいと思います。今回のテンパークの一つの答えというか開放感という言葉が一番すごいしっくりきまして、この開放感を生むためにはやはりその対極となるのがストレスかなと思いましてですね、特にヤンバルへの道北部交通渋滞なんかもですね非常に課題になってきたかと思いまして、地元の行政の方ともいろいろ話し合いをされてきたことと思います。でこの交通対策に対してどういうふうな課題認識があるのかということをお伺いしたいことが1点目で、2点目として沖縄エンタメ、特に夜のエンターテインメントが少ないということをよく言われていますけれども、先ほど画面で見た中には宿泊施設のようなものもあったんですけれども、夜のエンターテインメント、夜というところに特化した何か戦略めいたものがあれば教えていただければと思っております。お願いします。はい、ありがとうございます。まず交通渋滞、課題についての認識というご質問は私の方からお答えをさせていただきたいと思います。
我々ですね、ご指摘のようにですね、いろんな地元の方ともお話をさせていただく中で同様の課題を認識をしております。そんな中ですね、我々もこの事業の計画を立てていく上で、一つの刀の強みとして持っているこの需要を予測する力、それをベースにですね、一体この向こう10年でどういった問題が起こるかということを外部の機関さんと一緒になって検証し、課題を見つけてまいりました。具体的にはいくつかの交通の拠点においてですね、ある程度の改善が必要だということが分かりましたので、それを各市町村の皆様方、ひいてはですね、国の方とも調整しながら改善をしようということを努めております。ただ我々もう一つですね、実は今回の北部の場所を選んだ一つのポイントとして、そのこの交通の課題も実は解決できるんじゃないかなというふうにも思っております。なぜならば今沖縄の観光というのは南に中心があるということで、南から北に行ってもですね、素通りでまた帰ってきてしまうという、こういう構造が今の一般的な旅行者の流れかなというふうに思っております。北部にですね、一日体験できる施設ができるということは、この北部に一泊してもいい需要というのを喚起し、そして実はこの本島内での旅行者の全体最適を図る、つまり一部に集中することによる発生する交通との問題をですね、むしろ緩和する方向に動けないかなというふうに思っています。ただこのテーマパークができることによって魅力が増し、沖縄にたくさんの方が来られたらまた同様の問題が起こるというふうに思っておりますので、例えば高速道路の延伸ですとか、あとは鉄軌道ですね、こういったことをですね、地域の市町村さんとともに、その必要性については一緒に訴えかけていきたいなというふうに思っております。ありがとうございます。そして夜のエンターテインメント、夜のモニタローに関してですけれども、こちらは森崎さんお願いします。ありがとうございます。テーマパークジャングリアの中に、夜の時間帯も楽しんでいただけるような、特に動画の中にはあったと思うんですけれども、大自然の中で、最高のスペクタキュラーを、楽しんでいただけるようなナイトエンターテインメントというのを計画する予定でございます。で、その他、ご質問いただきました、宿泊施設に関しましては、現在のジャングリア、本日お話しできるジャングリアの計画の中にはないんですけれども、今後の、ジャングリアの外に予定している、ジャングリアと同じだけある敷地面積を活用して、宿泊施設というのも検討してまいりたいと思っております。また、動画の中に出てまいりました、バンケットのようなお食事を楽しめるエリアだったり、スパですね、インフィニティスパの話をさせていただきましたが、そういうものはテーマパークの中の施設としてご提供する予定でございます。今も沖縄にはさまざまなホテルがどんどん増築計画が進んでいますけど、北部にもこのテーマパークの開業に合わせてですね、さまざまな、ホテル計画に関しては、我々もう一度連携させていただけるような機会というのがあると思います。なので、これ鶏が先か卵が先かっていう議論にはなるんですけれども、私は鶏と卵がどっちか先かは分からないんですけど、観光においては需要が起こることが先だと思っています。需要が起こるから、そこに人が集まるからですね、さまざまな宿泊インフラ、交通インフラを作る、そこに投資をする必然が生まれるんです。なのでまず北部にある程度コントロールした中でのその交通ストレスであるとか、さまざまなストレスに関してはできる限りのことをしながら、この高速道路の延伸の話もだいぶこのテーマパークの計画に沿いながらですね、進めて、くださっているところも聞いておりますけれども、私は将来はここにやっぱ鉄軌道を敷く、その多分きっかけの一条にこのパークがなればな。これ日本全国47都道府県あるんですけども、沖縄だけなんですよ、ここまで鉄軌道の、メリットを得れてない県は。いやこれ僕おかしいと、昔は流鼻鉄とあったわけですよね。で僕は北と南が、鉄軌道でつながれば、北の人が南に仕事に行く、南の人が北に仕事に行くっていうことができるって、観光客だけじゃないんですね、もっと南北の一体開発ってのもできていくって、そういう未来を見据えた時に、やはり今美ら海水族館本当に頑張ってくださってるんですけども、やっぱり集客規模のある施設の隣にですね、もっと大きいものがうちだけじゃなくてもっといろいろできないとダメで、そうなった未来にはきっと僕は鉄軌道を作るっていう議論は本当に発展するのではなかろうかという、そういう遠い未来を見ながら、ちょっとそれはちょっと鉄軌道はさすがに先だと思うんですけど、我々の
パークが立つことによって近隣の皆様へのご迷惑が最小化するようにどれだけ努力ができるかというところを真摯に向き合いながらですね、何卒その南北 の、 こう共同的な発展という未来をですね、県民の皆さんと一緒にこうエンビジョンしながら前に進んでいかせていただければなというふうに思っております。ありがとうございました。ありがとうございました。では続きまして挙手をいただきたいと思いますけれども、じゃあセンターの白いフーディーをかぶってらっしゃる方、はい、センターど真ん中の最前列にご指名をさせていただきました。マイクをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。お願いいたします。アトロビアマジンの林田と申します。沖縄の自然の中の、をテーマにしたテーマパークということで、まあ、その中でも今回ジャングルと表現されてましたが、その海が結構沖縄の中では印象的だと思うんですけども、あえて森をピックアップした理由をお伺いしたです。もう一つ、パークとしてパスポート型みたいに全課金なのか、敷地は、まあ、誰でも体験できてそれぞれのアトラクションに課金するのかで、その、まあ、いくつも何十ものアトラクションと表現されてましたが、まあ、その中でパークの滞在時間どれぐらいを想定されているのかをお聞かせください。ありがとうございます。ありがとうございます。なぜ海ではなく山なのかというところだと思うんですけれども、沖縄にいらっしゃる方々で海で楽しむエンターテインメントを体験されたことがある方はかなりの数いらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども、一方で本当に素晴らしい価値を持ったやんばるの山々 の、 素晴らしい大自然を楽しんだ方っていうのは少ないのではないかなと思っております。こういうまだ世の中の方 々、 です方々が気づいていらっしゃらない、価値を、素晴らしい消費者価値に、変えて提供していくというところも非常に沖縄から、世界に対してこの日本の観光業を盛り上げていく上で非常に重要なことだと思っておりますので、今回我々はやんばると呼ばれる山の地を選ばせていただきました。そして滞在時間や、はい、ありがとうございます。まずテーマパーク の、 料金体系なんですけれども、これちょっと今後いろいろな今後も新しくできてくる体験も見ながらですが、基本的には、ワンデーチケット制といいますか、パークへの入場料をお支払いいただいて、その中で自由に体験いただくという体系を取ろうと考えておりますが、その中で、より、個別に、料金を頂戴して、より、価値の高い体験を提供してさせていただくということも検討したいと思っております。で、また、ですね、これも今後のパークの、価値によって変わってくるかとは思いますが、少なくとも半日程度は滞在されるのではないかというふうに見込んでおります。まあ、丸々1日滞在してもちょっと多分体験全部し尽くすの難しいくらいいろいろありますので、またやはりなんですかね、もうちょっとなんですよね。北部行かれたら、あそことあそこ回ったらって、今結構どこ行こうかって結構その北部でやることがなくて南にまた戻ってこられる方々に、バッチリハマって、そういう方々は多分1日で行って帰ってきたい方には半日今日ぐらいの体験になるだろうと思うんですけども、中自体はいろいろありますので、おそらく宿泊して、丸々1日、あるいは1日半、あるいは2日間ぐらい体験して帰られる方も、増えていくような体験時間の設計にはしております。ただこれもいかんせん実際開けてみてですね、あとインバウンドの方と、例えば本当に地元沖縄県民の方も140万人いらっしゃるので、この方々、全然多分体験のやり方が変わってくると思うんですね。いつでも行ける人と、めったに来れない人は全くその体験時間のパターンが違う。ただ我々としては1日で遊び尽くせない体験価値に耐えるような、パークの設計というのを試みています。でそのが結果的にどうなるだろうと見ているのが、短期的には今森崎が申し上げた通りの展開になるんじゃないかろうかと今の段階では推測しています。ありがとうございます。では続きまして挙手は、じゃあ奥の2列目の方にマイクをお持ちいたします。よろしくお願いいたします。本日はありがとうございます。琉球朝日放送の沼尻と申します。2点、伺わせてください。
まず1点はこの沖縄の自然というものに慣れている、まあ、沖縄県民でもこう繰り返し訪れるような何か仕組みですとか施策を考えていらっしゃるかということ、でもう一つはまあ森岡さんにお聞きしますけれども、まあ、こういった大規模事業には付けものだと思いますが、大きな期待もある一方で、まあ、県民の中には半信半疑なところっていうのは当然あると思います。そんな県民に向けて何かメッセージや意気込み等がありましたらよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。一つ目のご質問にお答えさせていただきます。今回ですね、旅行先という、まあ、コンセプトでもってパワーバカンスというふうに設定をさせていただきましたが、まあ、これ決して地元の方がですね、じゃあその体験の価値がないのかとそういうわけではなくて、私どもはですね、よく地元の方ともお話をすると、地元の方にとってですね、北部に行くことは旅行だというふうにそういったお話も聞いております。まあ、そう思いますと沖縄の県民の皆様方にあってもこの旅行先としての北部がより魅力的になるということにつきましては、このパワーバカンスという価値をですねしっかり体験いただくという意味ではですね、ぜひ何度も足を運びいただきまして、数々の体験をしていただけるように、そんなことが実現できるのではないかなというふうに思っております。私から沖縄の皆様にお伝えさせていただきたいなと思うところは、今までもそうなんですけども、本当にお力添えいただいています。本当にありがとうございますということで、で本当一緒に事業を作っていくというこの実感がですね、しっかり、こう大切に今まで進んできたということを、今後もより丁寧にさせていただきたいなというふうに思っているということです。でこれ私ども刀になってですね、沖縄の事業をもう一回リスタートした時でいろんなことあったんですけど、その中で私こう気づいたことがあって、私 USJ 時代に沖縄のプロジェクトは当時は外泊公園の千葉美水族館の隣に建てる計画だったんですけども、あの時プランが挫折した時に、私は何かね心の中でなんかこれ沖縄のためにいいことだから、沖縄の皆さんを喜んでくれるだろうって何か思い込んでたっていうことに、あの時気づいていなかったっていうことに今気づいたんですよ。で何かこう説明してくれ説明してくれってよくいろんな方があの時も言われたんですけど、地元への説明が足りないと言われたら、我々 の外資文化の中では決まってないことを説明するとやばいので、あの時はご説明に伺うことができなかったんですね。で、関係者には説明してくれって言うんですけど、沖縄の方ってみんな自分が関係者だと皆さん思ってるんで、本当に関心高く見てくださってて、であの時うまくいかなかったのは、まあ、確かに別の理由、資本の動きでうまくいかなかったんですけど、あの時私自身が気づいてなかったのは、僕らは前向きな気持ちでやってたんですけど、結果的に沖縄の皆さんからなんか本土の人間が何かやろうとしているというふうにしか見えてなかったんだと思うんですよ。地元のプロジェクトになってなかったんだと思うんですよね。それは我々の意図とは違うところに、我々がやっぱなんかこういいことしてやってるっていうふうに思い込んでる連中というちょっと上から目線に見えていた、上から目線に見えてるだろうということに僕自身気づいてなかったんですよ。でこれって大きな学びで、あれでやっぱ失敗したのはいろんな理由あるんですけど、大きななんか力、僕は確率論者なんで神様は信じてないんですけど、やっぱりうまくいかなくべくしてうまくいかなかったんじゃないかなってやっぱ思うんです。あのまま進んでてもきっとどこかで地元の皆様のご理解をいただけなくてっていう問題に必ずぶち当たっただろうなと、あの時の僕らの、この、まあ、世間知らずというんですかね、無意識の目線の高さっていうんですかね、でそういうところをいろいろとオリオンビールの皆様、カテカル会長はじめ皆様、ユガフの皆様、リオンの皆様、いろんな方に助けていただきながら、自分たちのそういう練り切れてなかった力不足、実力不足っていうのを、ね、これ気づきながらこの5、6年歩んできました。なので私が一番大事にしたいのは、これからいいことも悪いこともいろいろきっとあるんですよね、この事業を進める上で。その時に必ず原点に立ち戻りたいのは、これ沖縄の皆さんとやっぱ一緒に作っていく事業なんです。なぜならば大切な土地に建てさせていただくからなんです。そういう意味で、まあ、これからもいろいろあるんですけど、一緒にですねこの事業を豊かにして、で地元の皆様がなんか誇りを持って、この遠くから自分の友達が来た時に自慢で連れていく、なんかそんなパークになんか育っていく未来をこう作りたいなと本当に願っていますので、地元の皆様にとっても良いものにしていきたいと思っていますので、一つ我々のこのポジティブな思いをですね、地元の皆様に伝わるようにお力添えいただければ大変ありがたいと思っております。ありがとうございます。ありがとうございました。
たくさんのご質問いただいておりますが、お時間が来てしまったということになりますが、できればあとお一方行きたいなという感じですので、ぜひよかったら挙手をいただきたいなと思います。じゃあ、あの真ん中の方、私の話、一番最初に手を挙げていただいた、はい、2列目の角の方、はい、いらっしゃいます。はい、そちらの方にマイクをお願いいたします。日経クロストレンドの佐藤と申します。本日はありがとうございました。先ほど質問の回答で、コンセプトについて説明されている際に、その、高級リゾートのような贅沢感を演出していくとありましたが、この贅沢感っていうのは何でしょう、このスパとか周辺の宿泊施設で演出していくという認識でよろしいのかっていうところと、具体的にどういったポイントで贅沢感を感じてもらえるのか、どういった体験で感じてもらうのかっていうところをお聞かせいただけたらと思います。ありがとうございます。今のご質問とで、ずっと真ん中に手を挙げてくださって、そうですね、ご質問まで一応拾わせてください。いや、もう申し訳ございません。今のご質問なんですけど、一言で言うと贅沢感ってどこから来るかっていうと、なんかキラキラした世界でドンペリバンバンと、あれとは真逆の世界の贅沢感なので、上質感、クオリティ感だと思っています。それってもちろんスパ その作りとかもそうなんですけど、そういうところでもあるんですけど、なんかチャチーな安っぽいなと思われたら興奮が下がるんですよね。その上質感っていうのが大事、神である必要はないんですけど、上質である必要があって、あと例えば、ちょっと先ほどもご質問いただいたんですけど、恐竜がブワーッと襲われてくる恐竜がですね、簡単に言うとチャチく見えたらもう夢が覚めるわけですよ。何これマジでっていうものじゃないとダメで、世界のですね、アニマトロニクスの最先端の技術を使いますので、ちょっとびっくりな、恐竜を、でどこのなんとかパークよりもですね、えげつないクオリティのものを持ってきますの でそういう一個一個の、クオリティで、あと自然を満喫していただくっていうところは、むき出しの自然だけど、やっぱりホームに戻ってくるとっていうか、こうベースのところは安心感、クオリティ感があるっていうところじゃないと、普通の、ご家庭のですね、お嬢さんとか息子さんとかお母さんお父さんが安心していけないんですよね。ここ大事と、ハブに噛まれない、なんかものすごい蚊に刺されないとかいうのも当たり前なんですけど、そういうところの管理も含めた、上質感っていうのを一つのキーワードにして。